ショートコント理想のプロポーズ。いただきます。おいしそう。おいしいステーキ。いった。あ、何、なんか入ってる。ブルーってないけど、まだわかんないよ、まだわかんないよ。最後の最後で決めていく。 ABABB、 うーん、まだわかんないよ。あ、出た。はい、1。はい、ブライダルメルキュールさん出ましたね。すごい強い。では続きまして、こちら。いや、出したいな。そろそろ S 来るっしょ。そろそろ S 来る。来ない。なんで。日頃の行いいはずなんだけど、ゴミ拾いとかもね、自宅でするよ、よく自宅でするよ。ブルらないんだけど、やばい。これは B A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  B A B A A A B A。 あー、ちょちょちょ、嘘。ブライダルエレーナちゃんが出ました。回復バーにめちゃくちゃ多いですし、なんて回復コーナーの代わりに使わなくて回復バー生成できるから、いやー強い。いやー浮き遅れたけど、オセロニアさんは優しいからさ、このパック待つをね売ってくださってるんですよ。買ったから引きます。いやー、なんだろう、このなんだろう、このなんだろう、 S ゴムパックいきます。用意された舞台でクロマ、クロマ、クロマ、説は持ってるんですよね。何が出るんだろう。クロマ、クロマ、クロマ、クロマ。ブルってないから怖いよね、もはやね。おー、ドキドキしちゃう。ドルシーですね。吸収、いや、吸収キャラ持ってないんで、あんまり私。ちょっと、超ゴマもね、実は買って、後で動画撮るんですけれども、超ゴマでちょっとオルプね、狙って、引きたいですね。いやー、はい。今日はですね、ブライダルガチャを、
マッチパックの S 角とあと24連引いてきたんですけど、まさかの S 角以外 S なしでちょっとしょんぼりなんですけども、よかったら皆さん、私と結婚してもいいよって方、よかったら高評価よろしくお願いします。結婚したくないよって方、高評価よろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。オセロニアのね、動画どんどん上げていきたいと思います。そしてオセロニアのオフラインイベント、オセロニアの宴で今全国回っておりまして、近々チューニーちゃんとまた実写動画上げたいと思いますので、そちらもねチェックいただければと思います。よろしくお願いします。それではまた見てね、じゃあねー。不定期じゃなかったらよかったよな。いや、定期とかそんなじゃない。発想がちょっと